八木山上空晴れてはいるんですけれども、空が白っぽくなっています。黄砂がですね、先週に続いてまた飛んできてるんですね。今朝の林業だと見ましても、霞んでいる写真が多くなっていまして、塩釜市のシーチャンパさんの写真、太陽がですねあまり眩しくない、黄砂の時特有の景色が広がっています。天気図を見ていきますと、今日はこの後関東の南東の海上の高気圧に覆われて1日を通して晴れまして、この高気圧の周りを回る暖かな空気の影響で気温がぐんぐん上昇。最高気温は仙台で25度と夏日になる可能性がありますし、南部の白石では29度まで上がる予想としています。今日はまだ4月ではありますけれども、熱中症に注意してお過ごしください。